どうもお疲れ様です、吉谷さん。人をなんか貶めたりとかいじめたりするときってね、まあ小学生とかよくね、背のちっちゃい子にチビとか言ったりしますよね。で、現実を言うとすごく傷つく部分があると思うので、現実じゃないことを言ったらどうかなと思うんですよ。まあ例えば背の高いね、やつにこうなんかね悪口を言うときに、このチビがっていうと、まあ傷つけずに済むかなっていうところですよね。背が高いのにチビって言ってあげるとか、あと髪がふさふさしてるのにこのハゲ野郎とか言ってやると、なんかこう攻撃が半減されるっていうかね、なんか客観的にも悪くないんじゃないかなという気がしますけど、どうでしょうか。